い、皆さんこんにちは。埼玉万蔵です。今日はね、埼玉スーパーアリーナの近くに来たので、ちょっと寄ってみました。埼玉スーパーアリーナについてちょっと語りたいなと思います。やっぱり元プロレスファンということもあるんですけど、まあ古くはプライドですかね、プライドのイベント系は埼玉スーパーアリーナでやってたと思います。で、最近で言ったらライジンですよね。ライジンの、まあ大晦日とかビッグマッチの時には埼玉スーパーアリーナ、電車来てます。埼玉スーパーアリーナでやってますよね。で、自分は格闘技ではここで見に来たことないんですけど、今さっきちょっと考えてみたら、チケットっていうかお金払って見てるのが、浜田省吾のライブに1回来てますね。それからあとですね、モームスじゃなくてなんだあれは、ハロプロの運動会みたいなのがあって、まあ一緒に連れてこられたんですけど、3月の終わりぐらいでね、確か雪かなんか降って、それこそ3月31日だったかな、ちょっと曖昧で申し訳ないんですけど、そんな感じで見に来てますね。その2回だけ会場には入ったことがあります。で、あとはね、ライジンがいつもここのところで、無料のイベント、女子プロレスのリングを置いたり、休日とかの試合やったり、まあ、グッズ売ったり、写真撮影会やったり、あと公開計量とかやってる、なんかイベント毎年やってましたよね。去年一昨年ぐらいはちょっとコロナとかので分かんなかった、どうなってたか分かんないですけど、なんか正月じゃなくて、年末の時には確か大会と別でというか一緒というか、無料でね、なんか見れるっていうのがあって、1回ぐらい来たかな、2回来たかな、1回かな、ヒクソングレイシーとか来てて、写真、まあ一緒に撮ったわけじゃないんですけど、撮影会みたいなのやったり、マーク・コールマンと一緒に写真撮ってもらったり、所秀夫と一緒に写真撮ってもらったりっていう、なんかね、整理券配ってみたいなとか、そんなのやってました。なんかいろんな選手が結構うろうろしてて、あとラウンドガールとかねいましたね。そうですね、そんな感じで埼玉スーパーアリーナっていうのはプライドとかライジンでは見たことないんですけど、ほんとでかいっすよね。すごい、何万人入るんでしたっけ、ちょっとわかんないですけど、はい、ちょっと目の前まで来てみたので寄ってみましたというか語ってみました。はい、こんなぐらいしか語ることもないので以上になります。ありがとうございました。